おいそこんにちは、おめりです。今回はホノリン&アワリンということで、こちらの新フェス弦を使って裏百式やっていこうかなと思います。思った以上に強い、やっぱりこいつ。あのね、ヒカリン&ワルリンがかわいそうに思えてくるぐらい、めちゃめちゃこっちの方が強いので、弾けた方はおめでとうございますって感じ。まあ誰もガチャ弾かんか、あのことですわ。 YouTuber 以外弾かないガチャって言われてますから、世間では。いや、わかる。この時期に来るこの新フェス弦追加の、しかもアンケートゴッドフェスを控えてる今、弾く意味はマジでない。しかもアンケートゴッドフェスにこいついるし、絶対投票したでしょ皆さん、こいつに。してないか。はい、まあそんな感じでね、性能なんですけど、バインドスキブ封印3色が5個あると。で、22ターンでね、自分エハー3倍15ターンしてます。はい、強いですね。で、変身するとバインド封印3色が1,2,3,4,5,6,7個で、カイドウよりも火力倍率が若干高いですよっていう感じかな。610倍ほど火力が出るかなっていうところで、でですね、ステータスはまあ攻撃力も高いなと。で、3ターンで打てる人スキルでダメージ上限値が60億になりますが、3色時にですね、あ、まあ4色か、回復含めて、まあ自身の火力覚醒に対応したような人スキルとなってます。まあ3ターンで打てるんで、まあもうほんとカイドウにそっくりね、多色が3色になったよって感じで、リアリティが28以下の場合、全パラメータ 4.7 倍の火、水、木の同時攻撃10倍の固定1000万ダメージと、まあカイドウの条件が緩くなったような感じかなっていうところです。はい、ということで今回はこういった編成でいきます。ちょっと画面今回は横画面でいきます。はい、あのサムネイルのバグが治ったよーっていうのが分かるまでは、ちょっとこの感じで、懐かしのこの感じで、俺多分ねこの感じにするの 5,6 年ぶりかもしれん。はい、ということで、ホノリン&アワリンはルフィの帽子かぶせました。3色をね追加するためですね。リザチェン耐性です。で、リボクはスキルプラス、チーム HP 強化3つ、遅延2つ、ウェアレキサンダー装備です。で、カンブリ、ブリは回復 LG、スキュープラプラで遅延2個、上にはダメージ激減要因でメタトロン封印耐性もあってっていうところですね。ボスの発狂を切るのと奇跡の攻撃を切っていくのに使っていきます。で、キットは無効貫通枠です。あの、今回登場した、椿でもいいんかなっていうところですけども、キットは毒目覚め、遅延2個振って、上にはこれ、ラクシーヌ。これは、まあ出番は見とけばわかるかなっていうところになってます。で、パールバティです。これが、覚醒無効解除。あのね、ここ、ほんと、朝倉みなみちゃんにしたい気持ちがすごく高かった。あいつ、リーダーフレエンハンスできるのめっちゃ偉いわ。ただ、まあ、ね、持ってないよーって、まあ、そもそも今日のリーダーを持ってないんだけど、っていう人が多そうだけど。まあ、ということで、ちょっと朝倉みなみはやめました。回復ドロップ強化で、復帰力を、ね、高めてます。チームじゃないわ。普通の回復強化、プラプラを、これを1個振って、遅延は3つ以上。上は、戦国テニスラケット、まあ別にシェリングフォードでもか。で、ホノリン&アワリンは属性吸収、これ絶対。で、上は、もう本当は俺こういう武器求めてなかったんだけども、地引きしてないので、フレンド枠のこれを、ユーコールが出してるこれ使っていきます。はい、ドラゴンキラーまあ刺さるんでよしとしましょう。本当は3色の武器とかが欲しかったなって感じましたけど。はい、ということで、じゃあ実際にこれでやっていきたいと思います。はい、じゃあ実際やっていきたいと思います。この右画面の感じね。昔こんな感じでやってた気がするわ。はい、ということで、まず1階層目遅延もらってしまいますので、戦国のテニスラケットとかで、まあ、パールの上で遅延かけて、で、リボク進化スキル打って、で、その後は3ターン待ちます。3ターン待ったらホノリン、アワリン、モリリンが起き上がりますので、ああ、そう、キットはなんか好きなタイミングで変身してください。どうせ次のターンも少し待つんだけどね。次のターン、次のフロア。で、変身できるようになったら変身します。で、この時に必ずね、火、水、木が盤面にある状態で必ず変身してほしいので、まあ3ターンかけながら盤面整えておけば問題ないかなと。で、突破します。色決めればもうとりあえず突破なんで、まあ全体攻撃さえしてあげればワンパンいけるかなというところですね。で、2フロア目。ここに関してはちょっと向こうの敵とかもいる関係で、キットのスキルが溜まり次第っていうところですね。まあさっきのフロアで早めに変身しておけば、ちゃんと1ターンぐらい、まあ、1ターンも耐久しなくても多分来てるんだけど、まあコンボ現象もなかなかめんどくさいっていうのもあるので、まあ、少しだけ待った方がいいかなっていうところですね。で、2体倒してしまうとこいつら怒ってしまうので、ダメージ向こうの敵をターゲットして耐久してあげるっていう方がいいかもしれないですね。リボクはスキル溜まり次第打ってもらって、で、コンボ現象が終わるなぐらいのタイミングで、まあ突破するような感じで
ヒット打った後にその上からアワリン、まあ、ホノリンアワリンモリリン、ちょなんて呼ぼうかなこいつを打ってあげれば、まあ、陣として色が欠損することはないですね。まあ、キット打った時に真ん中に色あれば別にわざわざ打たなくていいんだけど、ここがカイドとちょっと違ってね、あの色でね潜在で無効貫通していくわけじゃないので、スキル枠はどうしても欲しいですね。無効貫通の今回のそれこそ椿とかね、こういうカイドとか、まあ3ターンで打っていけるような無効貫通のキャラクターは何かしら欲しいかなというところなので、まあ今後ねそういうキャラが出てきたら、まあこういう特にレアリティが低いキャラクターで出てきてくれるとこういう編成で使いやすいかなっていうところです。でここの3階層かなに関しては、メタトロンを打ってあげてコンボ加算をしてあげることによって真ん中の9コンボ以下9種を突破していきます。さっきのコンボ現象が終わっていれば一発で突破できると思うので、まあ、もしコンボ現象残っている場合はそれ終わるまでは待ってあげた方がいいですね。で、4階層かな、4階層に関してはバインドでブリ死にますけど、まあ、無視で、でここはもう陣打ってそのままワンパン突破で問題ないところですね。とりあえず3色決めてあげれば大体の敵が吹っ飛びます。これがものすごいところ、リボクのエンハンスも 4.6 倍ぐらいかかっているので、まあ、かなり高いですよね。でここに関してはアシストを1回取り戻したいので少し耐久します。回復の4つ消しが欠損しない限りは無限に耐久いけるので、まあ、ルーレットも作ってくれるしね。なので、まあ、回復ドロップがあれば全然余裕なんで回復してもらって、アシスト返ってきていけるなっていうタイミングで、キット打ってからのまあ、ホノリンアワリン、この辺打ってもらえればいいかなと思います。別にホノアは打たなくても全然いけると思う。なんだろうなこいつら、リントリオフェスゲンリントリオ、なんかいい呼び方あったら教えてくださいコメント欄で。でここの階層に関してはまあホノリンアワリン打ってあげれば普通に飛ぶかなって思います。必ずどっちかの属性が得意属性として入っていくので火か水が、まあその辺でいけるかなと。でここに関してはとりあえずは一旦崩して待ちかな。属性吸収されてもフレンド側の属性吸収無効潜在によってもう本当にこいつだけの火力でぶっ飛ばしていけるので全然余裕かなと。あのエンナとかがね火属性吸収したりすると思いますけどね。はい、ということで、まあ、一旦待って、その上からホノリンアワリン打って突破してる感じかな。はい、で、8階層に関しては、パールで消せない状態は解除してもらって、属性吸収潜在、なんかインドネシアおかしかったな。属性吸収潜在があるので、フレンド枠だけの火力で抜いていきます。なので、パール打ったら、最後の一旦まで待ってもらって構いません。最後の一旦まで適当に1コンボぐらいしといて、最後の一旦で、フレンド側を、スキル打ってもらって上限解放して突破していきます。これでいけるからね、ピョーンってポーンっていくからやばすぎ。で9階層ミラーが出てきたので、ここはもうそのままホノリンアワリンスキル打って突破していきます。ニースが出た場合は一旦そのまま待ってキット打ってでいいかなと思ってます。あーでもそっか、ニース、あーそうか、やっぱりあれかな、朝倉みなみいるかな。ここニース出たら無効貫通打たされるのか。あの問題がこの階層なのね、10階層の。なので、ここはリダフレのデバフ来るんすよ。ここをどうにかこうにか返したいんすよね。結構火力下げられちゃうので、まあ全力パンチでちょこちょこパンチして削れなくはないんですけど、さっきの階層でキットを打たなくて済んでいれば、ここでね、あのさっき今打った何あいつは誰あの七夕で手に入った無課金のキャラ、あれ打ってリダフレエンハンスで返せるんですよね。だからいいなと思って採用したんですけど、そうね、向こうが出てきちゃうと向こうのスキル打たされちゃうからね、もう火力の暴力で無理やりゴリ押すしかないかもしれないね。まあミラが出ればラッキーで余裕で抜けます。はい、そんなところで、だからやっぱり朝倉みなみ入れんとダメかな朝倉みなみリダフレインハンスはこれ取り戻せるからな。はい、ということで、今回ディステルが出てます。消せない状態はパールで返しまして、で、まあ一発殴ってもね半分以上で止まっちゃうよねここで。なのでまあ2発思いっきり殴って突破してるよって感じだね。
ちょっとこいつは硬いんでしゃーなし。はい、OK ですね。で、続いて12階層で、ここはね、もうエンハス打たずとも抜けていくので、エンハスっていうか、まあ上限解放、打たずともいけるので、もうルーレットから全体攻撃、水と火をとにかく取り戻すような感じで。で、そしたら中抜ける。中抜ける。めっちゃ強い。で、奇跡階層はメタトロンの武器打たないと160万の攻撃が飛んでくるので、2人合わせて。あ、だから単体削りしてあげればいけるかな。それができるか、この編成。なので今回はちょっとね、両方削るつもりでメタトロン打ちましたけど、そうね、単体削りいけるので、って考えると、ブリの上に、ダメージ激減とリダフレエンハンスとかいう都合のいいスキルがあったら、それをさっきの階層で打つのもありだな。そんな都合のいい武器あるかな？ちょっと今調べてみますね。で、奇跡階層は、リンたちをね、必ず残しておいて突破します。ここでね、光花火食らっちゃうので。で、今回は光ヘラドラでしたので、まあ、このまま無効貫通キット打って、でそのままリン打って、で全力で突破していきます。ガードラが出た場合は一応キットの十字消しがあるので、まあ火の十字とかを組んであげれば解除は持っていけるかなっていうところですね。ミリーっていうすごい都合のいい武器があるかもしらん。あ、でもヨミちゃんがあるね。ヨミちゃん、ヨミちゃん良くない？受けるダメージ無効化、リダフレ 1.5 倍エンハンス。これ、ヨミちゃんいけるな。いいね、ヨミちゃん。ブリの上、ヨミちゃんありかもしれん。バインド耐性もある。待って、ブリ、ヨミちゃんめっちゃ、つくよみめっちゃいい説あります。はい。で、まあ、ボス階層入ってるんですけど、ボス階層はまあ最後の一旦までにうまいこと突破してもらえれば、なんら問題ないです。危ないなって思ったら、リン打てばいいです。で、最終階層に関しては、一発片側だと、多分ギリ削りきれないと思ってて、なので、一回ね、エンハンスとか打たずに、キットでちょろっと削っとってあげることが大事かな。20%、30% ぐらい。そしたらね、確実に半分持っていける。で、半分いくときは割合が来てしまうので、ダメージ激減系のスキルが欲しいですね。ってなったら、まあ、メタトロンですよ。今回はメタトロン打っていきます。チーム HP 強化も結局奇跡階層とか強いところは激減系打って受けてるので、なのでまあつくよみの武器がめちゃめちゃ相性いいかなと思いますんで、ちょっとメタトロンはつくよみに変更しようかなというところですね。まあその代わり多分10階層で打っちゃうので、10階層で打った後は奇跡階層は単発攻撃で1体ずつ削らないと耐えれない。はい、ということで、半分削るタイミングになりましたんで、キット打った後はリン片側で削り切ります。必ず片側残しておいてあげてください。半分の後、この毒がなんかうんぬんかんぬんってくるので、まあ、回復残ってたりすればいいけど、ちょっとまあ難しい可能性あるんで、1体陣余らせといて、で、耐久効かして、またここもね、同じような感じですね。ちょっと一発ね、キット打って、少し削っといてあげるっていうことをしてあげた方がいい。ここでね、今回リン打って言ってますけど、リン打って、まあ、こんなもんなんですよ。まあ、30% ちょいぐらい、35% ぐらいなんですよね、うまく削っても。なので、ちょっと一回削っといて、で、その後は、まあ、いいタイミングを見計らって、またキットとリンが溜まっとけばいいかなって思いますけど、今回両打ちしてます。まあ、たまたま両方うまいこと溜まったんで。なので、今回はこれで終わりですね。まあ、こんな感じでね、結構強かったです。やっぱり3色でもカイドウに劣らない性能を持ってるかなと思います。ただ無効貫通はスキルで打たないといけないのがちょっとデメリットかなというところになってますが、まあ、かなり強いリーダーなんじゃないかなと思いますので、もし当てたよって方は使ってみたらいいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。